はい、こんにちは、ゆうへいです。さてね、今さっきまで一人でバーベキューする動画撮ってたんですけど、まあそれは一応終わったんですね。で、またちょっとこれ火燃えてて、お腹もね、まだちょっとだけ食べれそうなんで、ゆうへい農園で収穫したものをこの火で焼いて食べてみようと思います。やっぱりね、取りたてはね、美味しいですからね。ではこのね、小松菜はあんまりね、焼いて食べるには向いてないと思うんですけど、万願寺唐辛子、これがね、そろそろね、1個良さそうな感じのやつがあったんですよね。それを食べようと思います。あった、これこれ、1個だけなんですけど、いい感じの万願寺唐辛子、これ食べちゃいます。あとピーマンもね、焼くのに向いてるとは思うんですけど、まだちょっとちっちゃいのしかないので諦めて、この万願寺唐辛子焼いていただきます。それでは投入。かなりいい感じ、かなりいい感じに焼きました。よし、じゃあちょっと食べてみようと思います。いただきます。赤か、赤、赤、赤、うまっ。何もつけてないけどめちゃくちゃうまい。なんか甘い気がする。では